おはようございます。リモチャンネルです。ただいま朝の5時8分です。今日はこれから電車とバスを使ってリバースポットハヤトさんに遊びに行こうと思います。今日の持ち物を今準備してるんですけれども、前回のオーデンさんに比べると少し荷物が多くなりそうです。簡単に道具紹介していきます。プラの1612のタックルボックス、私が持っているほぼ全ての道具がここに入っております。であとは、こちらパズデザインさんの、マルチケースですね。リーディングが今回3台と、あとゴーグルのケース、あと充電器などが全部入る、結構大容量で、しかも厚みがあってしっかりしたケースです。そして、いつも使っている向井さんのランディングネット、あとは、竿が3本入っております。ではこの道具をカートに乗せて釣り場に向かいたいと思います。まもなく1番線に各駅停車八王子行きが参ります。電車乗り継いで橋本駅にやってきました。これから、バスに乗り換えて大体40分くらいで最寄りのバス停まで行きます。このバスですかね。6時55分のやつに乗っていきます。はい、ではリバースポットハヤトさんに到着しました。現在の時刻が8時2分橋本を6時55分に出て、ここまで大体1時間くらいですね。で、家からだと大体2時間半くらいかかりました。もう前回来たのは6月なので約8ヶ月ぶりのハヤトさんですね。今日は1日釣りを楽しんでいきたいと思います。ここ撮影いいよと言われたので、食堂なんですけれども、ここで準備をして釣り場に向かいたいと思います。では準備ができます。では準備ができたので釣りに行きたいと思います。現在地がここなんですけれども、そちらの奥に見える橋を越えたところからがルアーと、フライの釣り場になります。少し歩いていきます。見えますかね。すごいですね、魚影が。黒いのは全部魚です。最上流部まで一旦来ました。お客さんも少なくて釣りやすいので、ここから始めたいと思います。で、今日のタックルなんですけれども、久しぶりに3台3本用意しました。この赤いリールハンドがついているのには 1.5 ポンドのクロロラインが巻いてあります。で、こっちが 2.5 ポンドのナイロンで、こっちが 2.5 ポンドのナイロンになってあります。ルアーはアンチェイン D の0.6g、 あとはこれはヤリエさんの
ティーエボかな、 1.1g といつも使っているフォルテの 1.8g、 最初は 1.8g のこのピンからスタートしたいと思います。でかい、結構いいサイズだったんですけど、フックアウトしました。気を取り直して着きたいと思います。1.1g の作りでいきます。交換も1投目でした。さっきまで結構ゴールド系のやつで捨てたんですけれども、今色を落としてダークブラウンですね。チェーンの D0.6g を使います。いいサイズ。
35とか20センチくらいまでいい感じになってきました。これで 2.1 グラムです。アルフレッドの 2.5 グラムからしですね。粒あんの F 吉屋かどっかの折りからですね。まあ、場所移動してきました。ここはジャッキのところに少し水深があって、魚もなんかまんべんなく散らばってる。しかも大きいのが結構いるところですね。じゃあこれ、ここもキャリエの T エボから行ってみたいと思います。
ンチェンリーいきます。アンチェーンの、はい、いきます。アキュラシーの 0.6g でいきます。この前、ティールートさんとアルフレッドさんのコラボイベントで手に入れた、ティールートさんの折りから、これ表面がグローで、後ろがアイボリーっぽいやつですね。これ、つきたいと思います。はい、では11時半になりまして、だいたい午前中3時間くらい釣りをしたんですけれども、チョーカーは25匹でした。まあまあ、なかなか活性も良く、魚のサイズも結構多めで、魚影も濃いと。まあ、隼人さんやっぱり楽しいですね。午後からは放流も入るということで、その前にご飯を食べてちょっと休憩をしたいと思います。ぜひ来たらですね、食べてみてください。なんか実家のような安心感のある味ですね。ではいただきます。
お疲れ様でした。いやめちゃくちゃうまかったです。うん、ね、この出汁が効いてるつゆがカツ丼に結構染み込んでて、おつゆもなんか昔ながらのなんていうんでしょう、懐かしい味がする、ほんと美味しい味噌汁なんですよね。ちょっとまだお腹いっぱいにならないのでもう一品注文しようと思います。昼飯第2弾、もつ煮込み定食いただきます。もつ煮とカツ丼を食べてお腹いっぱいです。ちょっと動けるか心配なくらいちょっと食べちゃいましたね。いけると思ったんですけど、じわじわお腹が大変なことになってます。ちょっと動きながらお腹をちょっと落ち着かせつつ魚釣り再開したいと思います。前半は上流部に行ったんですけど、今回は今度下流部の方に入りつつ放流を待ちたいと思います。後半戦、ぐんまちゃんからスタートします。猫が釣れました。お客様にご案内いたします。ただいま放流を行っております。お客様の近くにスタッフ及び放流者が伺いましたら、円滑な放流と安全のため、これでの 2.1g 派手なカラーで放流を狙います。お客様にご案内いたします。ただいま放流、ただいま放流を行っております。お客様の近くにスタッフ及び放流者が伺いましたら、円滑な放流と安全のために少しの間釣りを控えていただけますようにお願いいたします。お客様の近くにスタッフ及び放流者が伺いましたら、円滑な放流と安全の少しの間釣りを控えていただけますようにお願いいたします。スタッフ及び放流者が伺いましたら、円滑な放流と安全のために少しの間釣
振りを控えていただけますようにお願いいたします。では降ります。よし、ただいま放流を行っております。お客様の近くにスタッフ及び放流者が伺いましたが、厳格な放流と安全なため今日はノアの 0.9g いきます。ティールトさんのアルフレッドとの折りからですね。ルーパーの 1.7g です。
臭いし。では今ですね15時40分になりまして、送迎バスの時間まで間もなく40分切りくらいなので、ぼちぼち片付けて、帰ろうと思います。今日は1日やって大体56匹十分の評価出せましたので、楽しかったです。またね、次回別の場所で楽しみたいと思います。では一旦帰り失礼します。はい、では今日も一日ありがとうございました。バスまで少し時間ありますので買ってきました朝日スーパードライ、これで乾杯して締めたいと思います。酒は正直者ですよ。杉だらけなので、ちょっときついのかなと思いながら、もしかしたら今がいいのかもしれないですね。はい、では、動画最後までご視聴ありがとうございました。
ございます。もし、このチャンネルよかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。アートークターバッチーです。